トヨタチヨ、私たちがこの、聖なる8日間、高端の8日間の中にいて、教会の知恵が私たちに聖ヨハンネを示してくださいます。聖ヨハンネ、使徒と福音者、その務めを果たす、その使命を果たす聖ヨハンネを祝うように、私たちを招いてくださる。今日の福音は素晴らしいです。なぜかというと、私たちが、祝ったクリスマスが今日の福音に現れたその場面、その出来事、その経験まで私たちを呼んでくださいます。クリスマスはイエス・キリストの復活とつながっています。クリスマスはイエス・キリストの誕生はイエス・キリストの復活のためです。イエス・キリストがこの世に現れて30年ぐらい、ナザレに隠れて、暮らして、そして公に3年間自分の選挙の使命を果たして、そして捕らわれて十字架に貼り付けられて死んで葬られて復活しました。神が人間となったのは人間を復活させるためでした。だから面白いけど、今日この二人の弟子が、墓に見たことは羊飼いが、クリスマスの夜に見たことと同じです。ね。面白いでしょ。でも同じ印が私たちにも、示してくださいます。同じ布、天布とか、私たちの目の前に、教会がこの布教を通して、この福音を通して、置いてくださる。これは私たちの奴隷の、印であり、私たちの解放の印でもあります。死んだクリストが、亡くなったクリストは、その天布に包まれていた。伝統によって、そういう風に葬られたが、この死の、印である天布が、今日、私たちのために、イエス・キリストの復活の印となる。あ、幼子イエス・キリストを包んだその天布が、今日改めて出てきます。で、この、ね、印です。私たちの信仰のための印は、この布です。何ですか？どうして？どういう意味ですか？簡単に言うと、私たちを今まで殺したこと、私たちを圧迫したことは、クリストの死と復活によって、私たちの自由の印となる。矛盾ではありません。キリスト教はこれです。だからキリストは生まれた時には、福音に、その救い主、メシアが生まれる。生まれたという印のは、ただこの赤ちゃんが布に包まれて、貝羽桶に置かれたことです。本当に、この天布、あるいはこの布は、大切です。キリストはその布をいただくと言いましょうか。この布に包まれるために生まれたのですよ。私たちを圧迫する、私たちを苦しませる、私たちの死を、証しをする、その布、あるいはその天布を浴びるためにキリストが生まれたのです。私たちの状態を背負うため、私たちの状態に入るため。で、ギリシャ語、今日の福音をギリシャ語で読めば、すぐわかるんです。なぜかというと、なんかね、聖ヨハネは墓に入ると、信じたと書いてあるが、まず、信じ始めたという、ね、本当の、翻訳はね、信じて始めた。
つまりその信仰の歩みがそちらからスタート、そちらからスタートという意味です。今日何を見た？信じるために、信じるのを始めるために何を見たのか。その天の布。その天の布の置き方が彼に信仰を与えた。彼の目を開いた。なぜかというと、その天の布の置き方は特別な置き方でした。あのギリシャ語でこの福音を読めばすぐわかる。あの、なんかイエス・キリストの死体が盗まれたなら、取られたなら、別の形でバラバラとかめちゃくちゃの、なんかね、その布とか、置かれるでしょう。しかし、ギリシャ語で読めば、その布はそのままみたいな感じで置いてあった。つまり、キリストを包む、まだ包むみたいな感じで、まだ包めている。キリストを囲んでいる。まだ囲んでいる。まだ包めている。というような形で墓に置かれていたけど、キリストがいなかった。だから、キリストはそちらから、風のように出た。その天の布から出た。霊みたいな感じ。けどという霊。ただの霊ではなかったでしょ。あとで、最後の晩餐の部屋に現れた時には、イエス・キリストはからと思っていたんですね。特別な体だ、もちろん。あの、なんか、ドアを通るのできる体だ。けど、弟子たちと一緒に食べた。弟子たちにその傷を見せた。だから、特別、不思議な、変容された体だ。同じように、私たちに行われる、教会たちを。キリストが生まれたのは、この復活をして、そして私たちも同じような復活をするために人間となったのです。どういうふうにあなたが今の状態から解放されるかなのかわからない。教会さえもあなたに説明することはできない。教会が言ってるのがあなたが主人を愛するだろう。あなたが今恨んでいるその兄弟を愛するだろう。今、あなたがなかなか許せない、その人を許すことになるだろうと。そして、あなたが、例えばセックスの奴隷ならば、であるならば、そのセックスの奴隷から解放されるだろう。あなたが神父として、締結を守りながら、宗教に、従って生きる、その予言は実現されるということを、教会が言います。けど、どういうふうに毎日毎日毎日、その神父は、すべての人々のために命を懸けるのか、説明することはできない。恵みです。恵みです。毎日毎日、不思議に、その自分を圧迫する、殺す、なんかその死を、死で自分を包む、その天布から、不思議に出る。不思議に逃げるというか、解放されるです。のです。不思議。もちろん、神から来るものです。神からの恵みです。自分の力のではなく、のことではない。自分の努力のおかげの奇跡のではない。あなたがキリスト者として、私がキリスト者として、復活されたものを通して、肉から解放されて、肉に縛られていない。その状態に入るのが恵みです。その過ぎ越しは、肉の死の奴隷から愛の自由に移すのは神の恵み。その過ぎ越しは神の恵みです。キリストは人間となったのは、その神の霊、神の恵み、神の勝利、罪への勝利、死への、に対するの勝利を、あなたと私の肉に置くためです。植えるためです。あなたと私と一体となったんです。だから、毎日毎日私たちは会話を受けに受けられるだろう。毎日毎日いろんな状態、関係で墓に葬られるだろう。布に包まれるだろう。けど、
この布が奇跡、すみません、奇跖を通して、だから聖母マリアが子供、自分の赤ちゃんであるキリスト、イエスに、その布を包んだ。そして聖母マリアの手は奇跡です。その言葉です。教会の奇跡、教会の言葉は私たちを圧迫する、その布を命の道具に変える。ちょうどあなたの状態にはキリストが降りる。キリストが受肉となる、受肉する。そちらにはキリストが人間となる。そのあなたを、あなたを今苦しませるその状態の中にキリストが入り、そしてあなたと共に、不思議に説明のできない形であなたと共にそちらを出る。状態が変わらない、家族が変わらない、性格が変わらない、病気が変わらないけど、あなたがそちらを別の形で、別の人として現れるのです。どうして奴隷のものではなく、奴隷されているものではなく、自由なものとして、その毎日毎日の事実に入ります。だからどうぞ、教会とともに、ペトロとヨハネとともに、あなたの墓まで行って、そしてそちらに入って、自分の状態を見て、その中にキリストがあなたを愛し、あなたを解放する、あなたを復活させるということを経験するだろう。教会の中、共同体の中、良い日を。